で、今日のゲームは何だそれよりレナは、今日の罰ゲームは何かなの方が先だと思うなレナは分かってるね今日も旅びきのを用意してるごめんなさいです僕はちょっとやりたいことがありますです。どうしたのあ、そうか、渡たなしの練習だねそうですわよ 今日の日曜ですもの。リカはもう特訓中なのですわよ。<え> <laughs> そっか。じゃあ今日の部活は中止だね。ごめんなさいなのです。でも頑張りますですよ。うん。みんな応援してるからね。リカちゃん、何か大会前とかなのかリカちゃんは綿流しの巫女さんだからね。その練習。綿流し？ ケイちゃん家には回覧板とか言ってないの今度の日曜日は渡流のお祭りああそういえばそんなようなことをおふくろが言ってたようなしっかりしてよね <laughs> 渡流のメイン儀式で巫女さんがやる「奉納の舞」っていうのをリカちゃんがやるんだよそうそう桑を持って舞を踊るんだけどその桑がすんごく重いらしくてリカちゃん 餅つき用のキネもって練習してるんだって言ってたへえ、リカちゃんって結構力持ちなんだな人は見かけによらないってことか <laughs> 見かけとは逆がまことかもしれないよ <laughs> 面白いことを言うじゃないかあいっ、ね、キネ私も今日バイトだそぎ帰るねおう,うん 人は見かけによらないってことは、あのミオンも実はいい人だってことかミーちゃんはいい人だよ。いつもみんなのリーダーとして頑張ってるけど、本当はとっても可愛い女の子なんだよ。可愛い,い女の子 <laughs> 確かにそうかもな。